MLB 日本人打点シーズンランキング、こちら打点ランキング松井選手がほとんどになっております。ドジャースでどうなるか、打点は最後のアイデンティティ AV とイボと国民栄誉賞があるぞ。中田翔でも取れる打点王、ドジャースは1番でも打点100あるからな、2番でも打点は稼ぎやすいやろ。去年エンゼルスがもっと早く PO を消滅してたら大谷も怪我せずに50本いけたんちゃうかと思った。下手に粘るからとんでもないことに。詰まわれてるのに無理やり投げてフォーム崩したのが故障の原因やからな。休ませればよかっただけなんやな。ヤンキース松井はワンアウト以下でランナー三塁の時走者を返す確率が 71.8% でメジャーの歴代トップやぞ。松井さんは得点圏でよく回ってくるし、内野ゴロで裂いて威厳がうまかったからな。打点なんて前のバッター次第やし、こんなの中軸でスタメンで使い続ける通りは変人と当時言われてたな。打点 WW まあ安打数よりは価値ありそうやな。ご視聴ありがとうございました。